ピヨ先生、こんにちは。今回は陰部のかゆみにお悩みの方が体験談を投稿してくれましたよ。陰嚢がかゆいです。特に就寝中が猛烈にかゆくて起きてしまいます。かきすぎてただれたため病院でステロイドを処方されました。ただれは治りましたが、かゆみはなくなりません。20年間使用性皮膚炎です。やや肥満傾向で白玉コレステロールがかなり多いです。長い間お酒をたくさん飲んできましたが、2ヶ月ほど前から月1程度に控えました。自分ではお酒がもたらした結果かなと思っております。就寝中特に痒くなり、起きると改善するとのことです。ではご投稿いただいた情報からこの方の体質を探っていきましょう。陰部の痒みはどうして起きるんですか？痒みの原因は気血の流れが悪くなってギクシャクしていると起こります。なので陰部の表層において気血の流れが悪くなっているのではと考えます。特に陰部は体の下の方にあるので、余分な水分などが停滞していたりする湿痰や湿熱などの状態になって痒くなることがよく見られます。この方はなぜ痒くなってしまったんでしょうか？やや肥満傾向で悪玉コレステロールがかなり多い、お酒を長期間飲んでいたなどから、体の中には余分な水分が煮詰まってできる、湿熱が充満している感じがします。顔色が赤っぽい割に舌の色が白っぽいので、熱としては燃えたぎるほどの強さではなさそうですが、怒りっぽい、寝つき悪いことからこもった熱がありそうです。一方で皮膚は乾燥、髪の毛も乾燥し、苔の上の水分も乾燥しているとありますが、下の苔が厚く、バターでも塗ったようにベタっとしていることから、動きの悪い水分が熱により濃縮されてドロドロした状態になっているのがこれらからも感じられます。しかも皮膚や髪の毛など体の上部では乾きがあるのに、喉の乾きがない。1日に何度も出る大便の様子からは、体の上部では熱や乾きがあるものの、体の下部では余分な水分が停滞しているようです。それらは舌の裏の静脈が細いけどよく見えることから、動きの悪さによって起こっているように感じます。そのため体の下部である陰部の周辺に湿熱が充満し、痒みの背景を作っているように感じます。どうして寝ている間に痒くなるんですか？寝ていると痒くなり、起きると改善するとありますので、潤いの不足があるのかもしれません。昼間の活動中は気が体の表面に向かっていますが、夜になって睡眠に入るとその気が体の内側に戻ってきて、気と潤いでペアを組み、体の中の修復を行います。ところが体の中の潤いが不足していると、戻ってきた気があぶれてしまうために、体の中ではこもった熱がさらに生じ、布団でその熱が強まるために湿熱の症状が強まって痒くなっているのかもしれません。そして起きることで気が外側へと向かうと、一時的にこもった熱が解消されるために軽くなるのかもしれません。ではこの方におすすめの自然療法を教えてください。お酒は熱を生み出しますが、水分も多いので湿熱を悪化させる原因ともなりますので、お酒を控えられるのはとても良いと思います。他にも脂っこいもの、甘いものの摂りすぎも湿熱を作りやすくなります。悪玉コレステロールが多いとのことですので、食事の注意も必要かもしれません。それと喉の渇きがないにチェックがありましたので、水分の摂りすぎもあるのかもしれません。体が必要とする以上に水分を取ってしまうと、動きの悪い水分が体の中に停滞してしまい、それが体の熱によって濃縮され、しかも水の重さで落ち込んでいき、陰部の周辺の巡りを邪魔しますので、熱中症の季節以外は喉の渇きに応じて飲むようにするのが良いかもしれません。そしてイライラしやすいなど、こもった熱を解消し、水の巡りを改善するためにも、もし運動不足かもと感じていらっしゃいましたら、適度な運動を心がけることもお勧めします。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。